はい、こんにちは、カイデンと申します。新潟県佐渡島でドキュメンタリー制作しておりますといったところで、今日なんですけども、僕ですね、普段からちょっと見ていてひいきにさせていただいている YouTuber さんがいてですね、その方もこんな感じでゆるくというか、まあ一発撮りで毎日更新されてるんですけど、なんかいつになくすごいゆるい感じで、なんかそんな感じですねみたいな、なんかこう間もすごいあるし、たっぷり話されていたので、なんかリラックスして話されていたので、なんか僕もそういう風にしようかななんて思って、ちょっとゆったり話そうかななんて思っております。というのもですね、昨日の動画がですね、オズモポケット3っていうカメラについてちょっとお話ししたんですけども、結構力を入れて作ってですね、まあつってもね、大した動画じゃないですけど、普段よりはちょっとしっかり作って、なんかね、事前にこう台本みたいなのも用意して、で普段だとね、こうやって一発撮りなんですけど、何回かに分けてね撮って、なんかこうきっちり話さなきゃいけないってなると、なかなか一発撮りって厳しいですね。なんか自分の中の脳のスペックがどんどんこうなくなっていく感じですね。そのね、しっかり話さなきゃいけないという内容をこう詰め込んでやると、なかなかね、こうメモ見ながらって言ってもですね、やっぱりこう話しながらのこのライブ感の中で見ながら、みたいなのってなかなかできないんですよね。まあなので、ちょっと昨日はこうかいつまんで収録しつつっていうような、それをこうガチャンってつなげてみたいな感じだったんですけど、でまあちょっと大変だったので、今日はゆるい感じでちょっと、お話しようかななんて思っております。昨日の動画ですね、まあ DJI のオズモポケット3っていう、まあ小型なその映像用のカメラについてちょっとお話しして、まあここの要はスマートフォンとの差別化みたいな、そういうテーマでお話ししたんですけども、昨日のね、その話題の中で、スマートフォンはそのなんだろうな、例えばこう動画を撮る、なんか綺麗な景色があったみたいな感じで動画を撮った、その動画1個だけに価値を持たせられるみたいな、そういうお話をしたんですけども、まあそのね、撮ったさなかからすぐね、 LINE とかなんなりでこう共有できたり、すぐねアップロードできたりするっていう、なかなかこうね、普通のカメラとかだと、まあね、ネットにつながってるわけでもないですし、カメラっていうのは撮ってそれを編集して、そのね、編集したものがでようやく価値を見出すっていうところで、まあ一方ね、このスマートフォンっていうのは、撮ったさなかからもうそのデータっていうのは1個でもうパッケージされたものとして価値になるっていう発想って、なかなか、まあ自分で言うのもなんですけど、まあ新たな着眼点だなって思って、まあ言われてみれば当然のことなんですけど、なんかそのなんていうんですかね、そういう考え方でいろいろこうカメラを使い分けていけばいいのかななんて、いろいろというか、まあスマートフォンとそれ以外のね、あのカメラ、まあ、こういったなんかね、コンパクトなカメラにしてもそうですし、まあまあ普通のなんていうんですかね、でっかい一眼ミラーレスみたいなカメラもそうなんですけども、まあスマートフォンとそこを差別化させるっていうのは、まあ、そういった考え方でやっていくのもいいのかななんて、まあそういう話をする中でちょっと思いましたね。改めてやっぱこうやって YouTube でこうやって発信していくってなると、そうやってね、話題をこう考えなきゃいけないで、こうね、脳みそ結構使うんですよね。その中でまあひらめいたこととか、話している中でこうね、出てきた自分の言葉みたいな、言語化したものみたいなのが、まあ後々こうね、自分の制作っていうか、まあライフスタイルとか、暮らし方とかね、そういうのに生きてくるなっていう、改めていいもんだなというふうに思いましたね。大変ですけどね。はい、というようなことで、今日は何のお話をしようとしたんだったかな。ですね、ちょっと一応用意してたんですけど、最近ですね、ちょっと寝不足というか、若干体調も優れなくてですね、なんか息子も鼻ズビズビで、なんかね、夜寝苦しいみたいな風になっていて、妻もなんかゲホゲホ咳で、僕だけまあとりあえずなんとかなってるんですけどもね、なんかちょっと季節の変わり目ってやつですかね、急に寒くなりましたね。なんかまあね、他の地域の方はどうだかわからないんですけども、佐渡がなんか急に寒くなったなっていう、かつですね、ちょっと僕行ってるその働いてる職場ですね、なんか古いなんか民家みたいなのを改装して社屋にしたみたいなところなんですけども、まあまあまあ言ってみれば風通しがいい悪く言うとまあまあちょっと寒いっていうね、なんか外より寒いんじゃねえかここみたいな感じで、こう部屋の中でね作業しているっていうこともあり、で一方でこのアパートはですね、
あの自宅はですね、割とこう気密性というか、なんていうんですか、空気の遮断性っていうんですかね、わかんないですけど、それがいいのか何なのかわかんないですけど、あったかいんですよね。あったかいっていうよりなんかこうもわっとしているっていうか、何なんですかね、そのね、職場と自宅とのこの寒暖差ですね、これがなかなか体調を崩す元にもなりかねないっていうくらいで、ちょっと気をつけなきゃいけないなぁなんてちょっと思っておりますね。息子ちょっと心配なんですけども、ちょっと週末ね、ちょっと佐渡から出て新潟に出かけるという用がある中、ちょっと回復してほしいなぁなんてちょっと思っております。このままなんか終わってしまいそうですね。なんかベラ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 話して、あ、今日ですね、そのこの僕の愛用レンズですね。どの面を見せればいいかな。こうかな。まあ、どの面見せても同じですね。24-70F2.8G マスター新潟っていう、まあ、ソニーの、まあまあ、一番いいってわけじゃないんですけど、まあ、標準ズームレンズ、よく使われる画角の中で一番いいとされる、スペックを持っているズームレンズですね。まあ、一応そういうのを持っていてですね、メインレンズですね、もうかなり愛着あって、発売と同時に購入したんだったかな、結構ねお値段するんですけど、どうやって買ったんだろうって思いますけどね。そんな僕ね、そんなお金持ってないので、家族もおる中ですね、どうやって買ったんだったかな、貯金してたんだったかななんて、ちょっと思い出がちょっと風化しつつあるんですけども、まあでも愛着だけはずっとあるっていう、そういうレンズですね。本ちゃんのその映像制作、ドキュメンタリー制作の時はもう常にこれ一本で使っているっていう、そういうね、あのレンズがあるんですけど、これをちょっと修理に出していてですね、修理点検、ソニーさん、ソニーのレンズなんで、ソニーのそういう、なんだろうな、修理サービスセンターみたいなところにこう送ってですね、で修理してもらったと。まあまあ、大したというか、結局大したことはなかったんですけども、まあ普段からね、いろんなそういう現場に行くもので、ホコリが混入したりとか、このね、ズームレンズのこのなんていうんですか、この駆動する部分、ここの隙間からどうしてもやっぱりね、こうね、何かしらこう入り込んでしまうんですね。密閉されたものではないので、これがね、こう一体型っていって、こうね、伸縮しない形だと割とそういうね、リスク少ないんですけども、こういったこうね、隙間がある伸縮性のやつだと、どうしてもここからホコリとか水滴とかが入り込んでしまうっていう。で、実際にね、もうこの後ろの後玉のところを見ると、なんか点っていうのがあって、なんかホコリ、うわ、めっちゃホコリじゃんみたいなもう入り込んどるわーみたいなのがあって、で、かつですね、9月に、岩首という集落の鬼太鼓の祭りをもうがっつり撮影させていただいたんですけど、そこでですね、祭り当日一日中大雨っていうまさかの出来事で、まあ、一応ね、レインカバーというか傘とか差しながらやってたんですけど、結構ね、水滴入り込んじゃったような気がしていて、で、その祭りの最後ですね、ちょっと外から屋内にバッと入った時に多分結露したんでしょうね。ファーってもうこの前玉が曇ってしまって、僕最初この前玉のね、この表面が曇っただけかなと思って、もうサササッとこう拭いたんですけど、全然解消されなくて、ありゃりゃと思ってこう見たらですね、もう明らかにこの中身の方がもう曇ってしまっていて、うわ、これはもう最悪だわ、最悪、壊れたんじゃねえんだこれみたいな、そういう風に思ったんですけども、まあでもなんだかんだその翌日か、ちょっとしたら全然曇りは引いてたんですけど、ちょっとね、怖いなと思って修理に出したっていうのが帰ってきたっていうところですね。いやー、良かったですね。でも実際なんか水滴入ってなかったよっていうようなことをソニーのその担当の方が言っていてですね、そんなわけあると思ったんですけど、蒸発したりするんですかね。ちょっと僕そういうの全然詳しくないですけど、一応ね、これって電子機器なんで、これあのここに分かりますかね、ここに電子接点があって、ここでカメラ、このレンズの情報をカメラが読み込んで、今どういうね、設定になってるよとかいうのをディスプレイに表示させたりとかするんですけど、なのでこれ普通に機械なんですね。機械というか、まあ電子機器、スマートフォンとかと同じ部類ですね。なので、それをね、もうビシャビシャにしてしまったので、うわ、これはやっちまったなっていう風に思ったんですけども、なんかお笑い芸人みたいになっちゃいましたけど、そう、でもね、大丈夫だったよっていう、まあホコリはね、すごい確かにあったらしくてですね、それをかなり
取り替え、なんていうんですか、分解して清掃してくれて、うん、僕そういうなんか修理とか点検みたいなサービス使わせてもらったのは初めてだったんですけど、割とそういうのね、僕ね結構億劫なんですね。なかなかめんどくせえなみたいな感じでやらないんですけど、うん、思い切ってやってみたらなんだかんだちょっとうまくできましたね。ただですね、ちょっとソニーさん、ちょっとなっていう部分があってですね、その、まあ、やっぱ今のご時世そうなんですかね、なんかね、その電話でやっぱりそのね、症状とかをこう詳しく伝えて申し込みたいみたいな時に、問い合わせ先がですね、ものすげえこう奥の方にネット上の奥の方にあってですね、でようやく電話番号を見つけたとしても、なんかこう自動音声みたいになって、で何番を押してください、でこういった要件の方は何、これは何、これは何とかね、なりますよね。1番を押してくださいみたいな。でそれを押したら次に、ではさらにカテゴリー分けしますみたいな、こういった症状の方はこれ、こういった症状の方はなんか2番、こういった症状の方は3番みたいな風にね、どんどん進んでいって、僕最終的にその数字なんかね8回くらい押したんですね。なんかもうだいぶもう電話口でもうそれこそね奥の方に入り込んでいって、ようやくその先にオペレーターにおつなぎする方は4番みたいな感じで、やっとオペレーターかいみたいな、これねいかがなもんすかね。やっぱりそのなんていうんですかね、ネットとかのチャットのね、AI チャットサービスみたいのありますけど、そこで解決するような問題をそもそも問い合わせするかっていうね、その個人個人でやっぱりね、ケースバイケースっていうかね、いろいろあるわけじゃないですか。そういうのはちょっとね、古い人間なんですかね、わからないですけど、ちょっと人間の手でちょっと対応してほしいなっていう、まあ人件費とかかかるっていう面もね、もちろんあるっていうのはわかってるんですけど、さすがにこれはちょっとないんじゃないっていうくらい、すげえ奥の方に、なんかジャングルの奥地にようやく電話機があったみたいな感じで、ね、天下のソニーっすよ、なんか。で、実際にそのね、なんか、お問い合わせの、ね、やつ押したら、なんかものすごいなんかモノラル音源みたいななんか音楽が流れてきて、なんかホームセンターのなんか地方のホームセンターのなんか BGM とかな、BGM とかで鳴ってるような、この曲何みたいな、そういうなんかチャッチーね、音楽ってあるじゃないですか、わかりますかね、なんか何の音源なんこれみたいな、そういうのがなんかモノラルみたいなので流れてきてですね、その呼び出し音が、おいおいソニーさんっていう風にね思いましたね。だってソニーですよ、ちょっともうちょっとねシュッとしてって思いましたね。なんかそれはちょっとがっかりでしたね。でまあそのね、電話出てからは丁寧に対応していただいて、すごいね助かりましたけど、なんかなっていう、もうちょっとなシュッとしてほしいなっていうふうに思いましたね。普通にねプルルルでいいじゃないですか、なんなんこのなんかチャッチ音源はっていうね。でかつですね、ちょっともう一個ちょっと苦言を呈するのが、このね、いや中身はねだいぶ綺麗にしてくださったんですけど、この外身の汚れが全然取れてなくて、そのままで、僕的にはこうね、なんかこう梱包開いてパッて開けたら、なんかあ新品みたいになったみたいなのを期待してたんですよ、なんかね。そして開けてパッて開いた瞬間に、なんかパッと見なんかね、そういう綺麗になった風に見えたんですけど、よくよく見るとこのね、なんていうんだろうな、このズームリングのこのね、シワシワのこの、わかりますかね、この素材のこういうところに汚れがついてたりとか残ってたりとか、なんかこういったなんていうんですかね、銀のところになんか、それこそ汚れが残ってたりとか、なんかね、そこまではやってくれなかったんだっていう、まあどうなんだろうなっていう、そういうなんか気遣いしてくれたらすごい嬉しいのになっていうふうに、思ったっていう、そういうちょっとごめんなさい、苦言を呈するみたいなお話になっちゃって申し訳ないんですけども、まあでも本当によく修理してくれたんで助かりました、良かったです。まあ問題なかったにしてもね、メーカーさんがこれで大丈夫ですよっていうふうに送ってくれたっていう、僕これ買って 2,3 年ぐらい経つんで、
まあね、電化製品ということもあってやっぱりガタは来てしまうものなので消耗品ではあるので、まあ、ここでまたリセットみたいな感じでここからまたね安心して使っていけるなっていうところではありがとうございますというところですね。ただですね、今日その午前中にこれを受け取ってですね、午前中というか朝ですね、9時ぐらいですか、これを受け取ってよし帰ってきたってなったら、速攻なんか撮影に行こうみたいなそういう話になってですね、うちわで。でそのなんだ田んぼのその稲刈りのその撮影に行ってですね、もう速攻ほこりまみれになりましたね。速攻なんか入ってたらやだな。まあまあこんな感じですよね、道具っていうのはね。メンテナンスしてでまあまあまた汚れてっていう繰り返し、まあな、側の部分はね自分で何とでもなるんですけど、こう中身ってなるとねなかなか手軽にはいかないので、料金はね1万9000円くらいでしたね、送料込みだったかな。まあまあ大体そんぐらいですね。でもしその交換しなきゃいけない部品とかそういうのがあった場合は加算でくるっていう感じですかね。レンズがもう曇っててもうね、どうしようもないっていう、佐渡弁でいうラチカンってやつですね、ラチカンレンズがラチカンっていうなったら、まあまあそういう風に交換してまあ加算でいくっていう感じでしょうけど、点検だけ技術料っていうことで、まあ、1万9000円って感じでした、まあ、これで安心して使っていけるなっていうようなところで、どんぐらい話したんだろうな。まあまあちょっとごめんなさい、昨日かなり頑張ったんで今日はゆるい話で何のあの誰の得にもならないお話というようなことでちょっとご勘弁ください。なんかちょっと前にもなんかカメラのことをお話ししてカメラの描写性能みたいなことをお話しして、昨日もそのねこの DJI の Osmo Pocket 3っていうこのカメラについてちょっとお話しして、まあまあまあ自分で言うのもなんですけど、まあ、内容的にはあのね、誰かのお役に立つための動画みたいな、まあ、事実立ってるかどうかはさておき、そういう話題で話させていただいたと、まあ、こういう感じの話題、まあ、定期的にやっていってその間にこんなねしょうもないあの日々の記録みたいな雑談みたいなのを、ま、混ざらせていけたらな。毎日昨日のクオリティというのは無理っすね。そういうことやってらっしゃるね YouTuber さんいますけどね。でなんかそういう方なんか YouTuber 専属の方でもなかったりするんですよね。なんか普通にサラリーマンというかね会社で働いていてそういうことをやってらっしゃる方もいてですね、すげえなーって思いますね本当にね。どういう脳みそと時間感覚をされてるんだろうなーという。まあ僕の場合ねちょっとまあ、撮影のそのタイミングがなかなかないっていう。まあまあいいんでしょうけどね、その子供がわーってね後ろにおったり妻が後ろで料理してたりする中こうやって撮ればいいんでしょうけど、なかなかねそうもいかないじゃないですか。なのであの撮る時間に限りがあるっていう中なかなかね、厳しいなというところで、まあ、あとね僕のそういうね人間的なスペックがまだまだ及ばないというところで、まあ、そんな中、まあ、こうやってお話ししつつ、まあ、自分のねスペックがちょっとでも上がればいいかななんてちょっと思っております。で、まあ、その先に誰かの役に少しでも立てたらいいかななんて思っております。でもなんかその佐渡の住んでる方でまあまあ、 あの仲良くさせていただいてる方でこれをね見ていただいてる方がいてですね、YouTube っていいなみたいな風にね言っていただける方も何人かいてですね、ね、まあまあ本当にやりがいはあるなという風に思っております。昨日もお話ししましたけどね、全く知らない方とね互いの趣味を通じてつながれたりとか、まあすでに知ってる人とでもまあそうやってね YouTube やってるみたいな感じでまた違った側面でねお話しできるみたいなところもありますし、まあまあまあこんな感じで今後もゆるく続けていこうかなと思っておりますといったところで、今日は失礼いたします。取り留めのないお話で恐縮ですといったことで、バイバイ。